の久保です。今日もやってくれましたね。東京 XM テレビ、 MX テレビですか、テレビよく見ないんでわかんないんですけども、この東京 MX テレビにですね、あの立花孝志衆参議院議員がまたね今日も訪問したんですけども、すごい精神力ですね。あのなんですかね、あのテレビに出てらっしゃる方、深川亮さんとマツコさんと、あとよくわかんない人が出てたんですけども、あの外での騒ぎを知っていてあの進行ができるっていうのはやっぱりねさすがだなと思いますよね。精神的に参ってできないような気もするんですけども、そこはやっぱりテレビのプロフェッショナルなのか、それともやっぱりね自分の意思でやってるわけじゃなくてやらされてるからこそのミルグラムの実験の効果なんでしょうか。ちなみにミルグラムの実験っていうのは、あの刑を執行する人とそれを支持する人の関係なんですよ。こういう実験が昔あってですね、刑を執行する人は権威のある人に命令されたら罪の意識を感じにくいってことなんですよ。そのミルグラムの実験っていうのは実際に電流を流して人間が死ぬぐらいのボルトの電流を流す役割を担わされた人が、権威のある人のことだからっていうんでもうね半ば笑いが出ながらやってるわけなんですよ。もう当然この実験っていうのは電流が流れるよっていうふうに警告したんだけども、実際には電流が流れてなくて、タレントさんが電流が来たようなふりをしてね苦しんだりとか、まあ、あのなんですか、気を失ったりするふりをするっていう、まあ、実験ではあったんですけども、かなり心理学的にね、重要な実験だったということで知らされてますね。もう白黒の頃の、実験ですからかなり昔のなんですけども、これはね最近でも使えるんじゃないかなと思うんですよ、うん、やれって言われたらやっぱやってしまいますよね。で戦争に行った兵士がなんでね引き金を引けるかって言ったらやっぱり上官の命令だからなんですよね。恐ろしいと思いませんか。でもこういうところで一つの組織、まあねあらゆるあの職場っていうのにはそういうふうな上位下達の権力が働いてるんで、やばいと思ってもやっちゃったりすることはあるんでしょうね。売り上げのためにもう売りたくもない商品売ってみたりとか、追い込んでみたりとかね、余計なことをしてみたりとかいろいろあるんでしょうね。まあ、でも今回の5時に夢中と、それがその裏側でですね、立花孝志さんと他メディアの方が押し寄せてきた、まあ、メディアっても個人メディアが多かったらしいですけども、そういうところに現代の個人で情報発信できるという縮図みたいな気がしますね。でも恐ろしいのは今まではああいうふうに反論する機会が与えられずにそのまんま消されていった、潰されていったっていう人が多かったってことなんですよ。で仮にですね正義を持って、正義何を正義とするのかまた疑問なんですけども、こういう見方があるよって暴きかねた新聞記者さんとかね、それから雑誌の記者さんが実際に殺されて消されて東京湾に沈むなんていうのは、あのもう日常3時起きてたわけですよね。これはまた恐ろしいですよね。あの個人の言論を封殺して、うん、監視と犯罪者の実験、そうなんですよ玉木さん、それそれ、あのねやっぱりね私たちは命令されればやってしまうっていうところがあるんですよね、うん、まあというところなんで、速稼塾もちょっと強化カリキュラムしましょうかね。絶対やれみたいなね、したら絶対稼げるのかもしれませんけどもね、下手に稼げるような形を最初に整えておいて、時間があったら稼ぐ方法を身につけましょうねってやってるから、なかなかね頑張らない人がいるのかなと思っちゃったりするところもありますけども、まあ FX をね皆さんやってくださってるんでまだ救われますけども、自己アフィリエイトも結構順調に進んでるみたいで、先月は49万円っていうプレイヤーが生まれましたね。本当に何もできなくって、その自己アフィリエイトを真摯に取り組んで、自己アフィリエイトやってる人がね40人ぐらいいるんですよ、速稼塾で。この夏に向けて、あの私が自己アフィリエイトのコーナー作ったのに触発されて、自己アフィリエイトもう一回やってみますとかね、自己アフィリエイトやってみますとかね、初めての方もいらっしゃると思いますけども、まあ、7月末の時点で49万円とかっていうのがあって、15万円前後っていうのがね10人前後いて、結構自己アフィリエイト未だに使えるなっていうところでございますね。まあ、どこまでね話がずれちゃったのかなと、今日は東京 MX テレビの話をしたつもりだったんですけども、サムネイル見て東京 XM テレビと、それから立花孝志さんのね、なんかこう動きとかコメントとかを期待した方すいません、これはね速稼塾の放送なんで特にテレビの騒ぎとかあんまりね興味ないんですよね。まあ、ただやっぱり恐ろしいのはこの言いたいことが言えない世の中っていうね、反町隆史のポイズンじゃないんですけども、私はこうやって YouTube でいろいろ喋れるからいいんですけども、やっぱ発信媒体をね持っていない方とか持つことができないっていうふうに考えてらっしゃる方はちょっとねもったいないなと思うんですよ。どんなことでも自分の気持ちを素直に表現してみるってことはすごく大事だと思います。やっぱり我々には YouTube とかねブログとか SNS ってものが手渡されていますから、自分がどう思うかっていうのを人の批判を